千天祐千天祐4月26日民古化8年4月24日、字は、県まこ誠。号は、達寺を暗記正記修夫原件の人。本席は、関東湘南会県中国発の鉄道技術者。京長鉄路などの建設修理などに携わり、中国鉄道の父、中国近代工事の父などと呼ばれている。 学生時代の千天祐清志県竜25年、千万坊は家族を引き連れ、甲州に来て茶葉の商売をして、北門街のくぬぎ川新坊に住んでいた。下二21年、千余蘭は西門街の十二初めに移り住んだ。以降、居住地で家京の里見に参加させるため、千余蘭は甲州不難会見の席となることを申請し、下二25年に許可され、席を入れる。 選挙、広氏の代で、茶葉の商売は没落の方向に向かい、暮らしは日増しに貧しくなり、選挙、広氏は、南海県政席一体で、文章を刻んだり、本や手紙を代書して、成形を立てていた。1861年4月26日、千天友は、西関の十二はじめで誕生する。千天友はその経歴の中で、関東省南海県政席と、自ら名乗る。 実は、先天友は、高州府西関の人である。1872年、新末の革新思想家姿は、香港で子供を募集していた。先教、広氏の友人である、タン・ハクソンは、マカオで商売をしており、見識も広く、先見の命もあった。先教、高夫婦に対して、先天友に外国業の試験を受けさせるよう勧めた。タンハクソンは、 中山の人であるが、千天遊を気に入っており、将来有望と見ていた。彼は四女の丹吉陳を千天遊に嫁がせることにした。選挙広氏はタンハク白村に千天遊を香港へ行かせて出願させることを頼んだ。千天遊は幼い時から学習し、成績も良好であり、香港について出願にも成功した。 先天祐は外国留学予備班の試験にわずか12歳で合格した。同地11年8月、先天祐を含む新国の初めての公費派遣である留学生児童30人がアメリカに渡った。先天祐はアメリカの小学校、中学校で学習した後、1878年には優秀な成績でイエール大学に入学、土木工学を学習し、 鉄道を専攻する。1881年5月に、不当のクレーンの研究という論文で卒業し、哲学学士の学位を得る。同年、清政府は、すべての留学生を召喚した。100人余りの帰国留学生のうち、当将棋と、千天遊だけが、学位を取得していた。千天遊は帰国後、復権スフネ製学堂へ派遣され、創船技術を学び、 福建水師の帰還、秋田家の奉仕となる。神仏戦争では、馬校海戦に参加する。福建水師消滅後、1885年には、甲州の候補水師学堂で教師となる。実地調査をして、関東沿会会図を作成する。1888年に、理工省、ご帝薫が創立し、経営していた中国鉄路公師に転入する。 イギリスの技術者であるクラウド・ウィリアム・キンダーの下で見習い技術者として鉄道技術を学んだ。全天佑は最初東山から天津に至る唐津鉄路のうち、関空から天津に至る津古鉄路の建設に携わった。その後、キンダーに認められ、ほどなく技術者、地区技術者に承認した。1890年、中国鉄路講師は天津から 山海間に至るつぎれ鉄路を建設する。その中で川に橋梁をかける必要があった。工事は最終的に先天遊が責任者となった。彼は気圧戦艦砲を用いて中国人作業員が橋脚を作り、橋梁をかけることに成功した。そして以前招兵していたイギリス、日本、ドイツの技術者がまだ解決していなかった問題を解決したのである。 これで、先天祐は徐々に頭角を表し、京進路、浮草甘酒寺などの鉄道建設を担ったのである。1894年、イギリス土木技術士学会の会員に選ばれる。これは、東学会で初めての歌人である。1902年、遠征外は、生態工の支持を得るために、鉄道事業をはじめ、公費店から駅圏に至る新駅鉄路を建設し、 生太校が祖先を祀る時に乗車することができるようにした。千天祐は主任技士に選ばれ4ヶ月の時間と低コストで鉄道を建設した。これはわずか37キロメートルの路線で大きな実質的な役割はないものの初めて中国人が自ら建設した鉄道である。京町鉄路開通時の千天祐千天祐の像、カルガン口駅にて、この後、 キヨシ政府は北京からカルガン口に至る慶長鉄路の建設準備を始める。この路線は重要な戦略価値があり、イギリスやロシアは建設権を得ようとしており、互いに譲らなかった。そして、イギリスやロシアの測量技師や技術士の幾度に及ぶ実地調査の後は、続々と計画中止を求める声が上がった。円山山脈の中には非常に 険しい峰が多くあったからである。特に、第二トンネルを掘削する予定である、円山2号法の大部分は、加工岩や玄武岩で構成されており、当時一般的に使用していた、葉っぱ工法を取ることが難しかったのである。その結果、遠征外は1905年に、外国の資金を使用せず、外国人を使わないことを決定し、京長鉄路全部を、 中国人自ら建設することとした。千天遊は主任技士を任され、その後さらに鉄道総裁を兼任することとなった。京町鉄路は全長約 220km で、頂上内外の円山山脈を越えるには、多くのトンネルや橋梁を建設する必要があり、工事もかなり複雑になることが予想されていた。当時、一部の外国人の中には、 中国人自らこの路線を建造する能力があるか疑問を呈していた。先天優は工事が非常に難しいが中国の技術士の名声と栄誉に関わることも理解しており努力を惜しまなかった。先天優は自ら測量した3本の計画路線のうち建設費用が一番安い路線を選んだ。もう1本の路線も比較的条件は良いとされていたが、 建設費用が高かったため、計画も放棄されてしまった。京長鉄路は4年後の1909年8月11日に完成し、10月2日に開通した。後期を2年短縮することができたため、予算を35万両節約することができた。この路線には4つのトンネルがあり、中でも発達例トンネルは、長さが1092メートル、立ち食い工法を用いて掘削した。 その他にも、長さ200メートル、鉄骨構造の懐雷大橋がある。その他、発達例の断崖絶壁にはスイッチバックが設置され、地形の問題を解決した。京長鉄路の建設の成功は、中国の近代工事士の重要な業績となるだけで、なく、民間から鉄道を建設するという気風を引き起こし、中国に大きな激励を送ったのである。 先天遊は京長鉄路の建設期間中、各種の鉄道工事規格を改定し、全国において採用するよう政府に対して意見書を提出した。中国が現在でも使用している期間ミ4 3 5トルの標準機、イーライジャニーが発明した自動連結機などはすべて先天遊が定義したものである。その他、千天遊は鉄道人材の訓練育成に力を入れ、 技術士昇進規定を制定し、工事者に対する表情や要求を明文化して規定したのである。また、技術士の報酬と表情成績は連動すると明らかに定めた。京長鉄路は多くの中国技術士を訓練育成し、先天祐が制定した表情規定は他の中国鉄道の規範となった。京町鉄路の建設後、先天祐は戦闘艇から 高家紳士を賜り、留学生主任試験官などの職に就いた。1910年には、関東省越艦鉄路総工行総理及び技術士に任命される。1912年には、関越川鉄路の代表を兼任し、越艦鉄路と川間鉄路の建設を請け負うこととなる。この後、仙天友は、観光のロシア疎開の学校外9号に住んでいた。 同年、中国技技術者学会が成立し、初代会長に推挙された。中華民国成立後、1913年に交通部技官に任命され、1914年には二等、法光義、野義賞を受賞した。1916年には、香港大学から栄誉法学博士の学位を与えられる。1919年には、ウラジオストクとハルビンで開催される。 遠藤鉄路会議の中国代表に任命される。4月には病気のため観光に戻り、4月24日、病没した。去年59。千天友と妻の丹菊鎮は慶長鉄路の清流京駅付近に埋葬されている。1922年には清流京駅に千天友の銅像が建てられた。1987年には付近に記念館が建てられた。 先天狗の名は中国土木業界の最高賞である中国土木皇帝、先天狗賞にその名が残されている。先天狗の故郷先天狗の故郷2004年中国共産党甲州市レイ令バン区委員会及び甲州市レイ令バン区人民政府は12初めに市外にある先天狗の故郷を修復することを決定し、同時に先天狗博物館を建設することとなった。 先天祐の故郷は、温安市寺十二はじめに市街目なちまた四十二号で、あるが、これは、先天祐が出生及び、幼年時代に生活していた場所である。もともとは、二階半の西館大屋敷建築で、敷地面積は四十平方メートル余りで、かなり老朽化していた。二千二年1月、令和区教育局は、麻雀学校を改造して、十二はじめに小学を、 建築するとした。周辺の住居の取り壊しを始めたが、先天悠の国郷も取り壊し範囲に入ることが分かり、令和区の政治協商委員がすぐに提起し、国郷と隣の水月宮を保護することとなった。先天悠国郷記念館として開発され、愛国主義の教育場所と偉人の国郷としての観光地となった。修復が終わった先天悠故郷記念館は、国境及び四つの部屋を持つ、 記念館と前後の花壇などからなり、敷地面積は200平方メートルまで拡張し、急遽に比べて5倍以上の広さとなった。千天遊古居と記念館は西館大や、敷建築として修復されている。伝統の西雲レンガを用いて建てており、正面の2つの出入り口と勝手口があった。木の窓と重厚な木門、壁には満州窓があり、両側の前後の花園も通ることができた。 故郷のロビーの配置は19世紀80年代に先天竜が公衆に家で撮ったとされるガラスネガフィルムを参照している。ネガには大きな正方形のテーブルや大きな椅子などの魔法がニー家具、壁には有名な書画がかかっており、写真を散りばめた額縁も数個あった。これらのガラスフィルムは故郷の蔵に1世紀ほど封印され、 放置されていたが、2004年に偶然発見された。先天遊が京町鉄路の建設中、巨洋石と発達例の二つのトンネルを開作していた時は地形が献身なため、人のアザ路線のスイッチバックを建設し、列車を運行させた。これは、鉄道建設の大きな快挙につながったため、修復された記念館前の花園には小さな、 人の字型の傾聴鉄路と発達霊頂上が作られており、これを記念している。ありがとうございます。